高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はですね、ガンダムコンバージのご紹介です。こちらです。じゃじゃーん。はい、こちら機動戦士ガンダムリアルタイプ2 3体セットというね、ガンダムコンバージのプレミアムバンダイ限定のアイテムになります。ガンダムコンバージのガンダムコンバージコアというね、アイテムなんですけど、まあ、このコアってついているガンダムコンバージは、まあ、基本的にプレミアムバンダイ限定で、まあ、通常のその食玩として、いわゆるスーパーやコンビニとかで売っているガンダムコンバージで食玩のアイテムに一部塗装が追加されたり、なんか何かしらのバージョンアップをしているアイテムが、まあ、ガンダムコンバージコアで、まあ、ちょっとバージョンアップしてるから値段も上がるよ、で、まあ、一般流通はしないよ、限定品だよ、プレミアムバンダイ限定だよみたいなのが、まあ、このシリーズなんですけど、まあ、それのリアルタイプセットって形です。これタイプ2と書いてあるのが、まあ、過去にですね、まあ、リアルタイプセットというのが、まあ、ガンダム、ゲルググ、ガンキャノン、ザク、ドムみたいな感じでね、収録されてたんですよね。で、今回はそこの中に入っていなかったグフ、ザクワン、そしてジム、これのリアルタイプカラーが登場って形になります。まあ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 、このアイテムね、まさかここまで収録されるとは思いませんでしたね。前のそのゲルググとかガンダムで、まあ、かなりもうそのリアルタイプの王道をね、もう結構網羅されてる中で、まあ、ここの全部保管してくるというところで、まあ、この1と2が揃えばリアルタイプのねアイテムがずらーっと並べることができるという形でございまして、個人的に楽しみにしていたアイテムでございます。というわけで早速見ていきましょう。宝箱というわけでですね、開封するとこんな感じです。じゃじゃーん。はい。まあ、ガンダムコンバージはですね、まあ、最近結構食玩とかガシャポンあるあるなんですけど、まあ、組み立てが大変みたいなパターンが多いんですが、まあ、コンバージはほぼほぼ完成済みです。まあ、一部ね、アンテナとか武装をつければ組み立てられるよという形で、まあ、非常に簡単に作れる感じですね。ただもうすでにこの時点でですね、わ、色分けすっげーなーって感じがしますね。これはすげー楽しみです。ここからですね、実際にグフ、そしてザクワン、そしてジムといった形ですね、まあ、全部3種類ありますので順番にね、どんな感じか見ていきましょう。最初にご紹介するのはこちらですね、グフですね。グフのリアルタイプカラーです。まあこのグフ、まあ元々のメインカラーってブルー単色ってイメージだと思うんですけど、まあこのリアルタイプになるともうガラッと色変わりますね。まあ、このグリーンと、まあ、このデザートカラーでね、まあ、極地線をイメージしたカラーリング、まあ、全然なんか別の機体に見えちゃいますよね。まあ、それぐらいやっぱかなり今回のこのね、ガンダムコンバージコアになって仕様が変更されました。まあ、せっかくなんでね、過去に収録されたグフと並べてみるとこんな感じです。で、まあ、色がもちろん違うのは当然なんですけど、それ以外にも例えばアンテナだったり、この胸の部分、あとは膝の部分だったりで、まあ、この追加のね、マーキングがね、追加されているってところも、まあ、通常弾とは大きく違うんですよね。まあ、だからまあ値段も少し高くなってるんですよ。まあ、そういった感じでハイエンドモデルのガンダムコンバージ仕様のグフと思っていただければ。いやでもほんとさっきも言ったんですけど、色違うと全然イメージ変わりますね。ほんと別機体です。あとね、変わったところの違いとしてはこのモノアイですね。はい、モノアイをですね、開けるとですね、まあ、こんな感じで、まあ、若干見えにくいんですけど、このモノアイの色がね、若干オレンジっぽい色になってるのもこのリアルタイプの特徴になります。はい、でちなみにこれモノアイをね、ちょっと動かしたりすることも可能ですね。ちなみに、まあ、このグフなんですけど、これ腕を外すことによってですね、この別パーツでこのヒートサーベルがね、ついているハンドパーツがあります。これをつけてあげれば、まあ、こんな感じですね、まあ、武装変更も簡単にできるようになっています。これつけるとかなりイメージ変わりますね。特にやっぱ色がね、この武装の部分がオレンジの色がね、追加されることによって、まあ、色数が増える分結構印象変わりますよね。であとはこのシールドの内に隠れているこれフィンガーバルカン、まあ、このね、元々のカラーリングってブルーなんですけど、まあ、リアルタイプカラーはね、こうガンメタになっているのが特徴になっています。で、これも取り外すことができるようになっていて、通常のハンドパーツに差し替えることも可能です。こんな感じです。普通の平手ですね。はい、こうすることでグフの A 型ですね、 A 型仕様のグフも再現できるので、まあ、これでね、1つで2粒美味しいような仕様になっています。まあ、もともとグフ持ってたりとか、まあ、ヒートサーベルもね、あるんだけど、まあ、こんな感じでね、イメージ違う形で並べてみるのも面白いかもしれませんね。続いてはこちらです。じゃじゃーん。はい。これ結構個人的に楽しみにしてたやつ。ザクワンのリアルタイプカラーですね。はい。ザクワンのリアルタイプカラーに関しては、パッと見はなんか、あれ前のザクワンとそんなに感じ変わんねんじゃねって思うんですけど、
まあ元々のねザクワンと比較するとこんな感じですね。この色のトーンとかが大幅に異なっています。まあ、さっきのグフみたいに全然色が違う、カラーパターンも全然違うとかじゃなくて、まあ、カラーパターンは一緒、青と、まあ、グリーン系を使っているところは一緒なんだけど、まあ、元々ねこういうカーキ的なねあのミリタリーなグリーンから少しちょっとサンドカラーっぽいねグリーンに変更されているのが特徴です。これもかなりイメージガラッと変わってて、個人的にね結構リアルタイプ系のねシリーズで一番好きなのはダントツでリアルタイプカラーのガンダムなんだけど、このザクアン結構好きなんですよね。なんでしょうね、このなんか元々の結構リアルタイプカラーってガラッとイメージ変えるパターンとちょっと色のトーンを変えて雰囲気変えるパターンで、ザクのねあのザク2もそうなんだけど、ザ旧ザクは特になんだろう、雰囲気は似てるんだけど、やっぱこのこっちの方がなんかリアルっぽいっていう、なんかこんな語彙力もない説明もなんかあれなんですけど、感じが結構個人的にすごい好きなんですよね。であとはマーキングがですね、このイエローのラインデカールとか番号とかが各所に追加されているというのが特徴になります。いやいいな、かっこいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん、良いですねこれ、非常に良いです。ちなみにもともとねこのザクワンのコンバージなんですけど、これかなり武装バリエが豊富なのが特徴でした。これ今マシンガン持ってるんですけど、まあ、ヒートホークだったりバズーカがついてたりするんですよね。でこのリアルタイプも同じくですね、ヒートホークでしょ、そしてバズーカ、それぞれ付属しています。まあ、前のやつも一緒なんですけど、このバズーカですね、あのちゃんとね肩のこのラッチ用のパーツもついているといった形 で組み替えてあげることによって、まあ、かなり、まあ、このねザクワンのねイメージが変わるような仕様になっています。まあ、個人的にはリアルタイプはこのマシンガン持たせようかななんて思ってます。一応ヒートホークはこんな感じ。個人的になんかザクワンはシンプルなシルエットだから、なんかこう大元の武装よりっていうよりは結構こうシンプルにヒートホークとかねマシンガンが結構似合うような感じがしますね。最後はこちらです。じゃじゃーん、はい、こちらジムですね。いやジムね、これ最後に言うんですけど、まあ、さっきザクワンとかグフとかもねいい感じだったんですけど、個人的にこれが一番良かったかもしれないですね。すっげえいい色合いですね。はい、まあ、パッと見はまあこれもねさっきのザクワンみたいにあれ普通のジムじゃねみたいな風に思うんですけど、まあ前に、ね、収録された通常弾のジムと比べるとこんな感じです。はい、全然違う、この違い面白いっすよね。まあ、元々の、ね、ジムっていうのは結構くすんだホワイトにちょっと淡めのレッドって形なんですけど、もうねリアルタイプは逆にフレッシュなホワイトにパリッとした赤って感じになってるんですよね。もう大きくイメージが違います。でこれもね先ほどのリアルタイプと同じく、まあ、デカールとかマーキングが追加されている。で、まあ、このジムに関してはですね、かなり違う部分が2箇所あって、まず1つはシールドですね。はい、シールドがですね、リアルタイプカラーは、まあ、このね、よくあるガンダムのシールド的な感じじゃなくて、この縁取りがね、黒くなってるのが特徴です。はい、706ってマーキングもついてるんですけど、この縁取りが黒くなってるので、個人的にこれめっちゃオシャンだなっていつも思ってるんですよね。なんだろう、これすっげえオシャンですよね。なんでここだけあのこの黒く仕様を変えたのかっていうのはすごい気になるところではあるんですけど、まあ、この色が変わったことによってもともとのジムっていうねこのカラーイメージを大きく変えてるのかなと思っています。で僕が一番注目してほしいのはねここなんですよね、ヘッドパーツ、これこのカメラですね。はい、カメラがですねこのグリーン系統からブルー系統に変更されています。このねリアルタイプのジムってこれがねやっぱね重要で、やっぱグリーンから青になるとね全然イメージ変わるんですよね。すごいなんかキリッとしてますよね、顔がなんかね、このジム強そうなんですよ。なんか元々のジムより同じ、全く同じ造形ですよ、全く同じ造形なんだけど、まあ、この目の色が変わるとすっごい強そうな感じがして、これはマジでかっこいいっすね。不思議ですよね、ジムって、まあ、ブルーディスニーがいい例ですけど、なんかこのバイザーミルクあるとイメージガラッと変わるんですよね。まあこの如実に表してると思います。はい、でまあここがねやっぱあの他のコンバージだったらまだこのリペイントとかで再現できそうな感じではあるんだけど、さすがにカメラをクリアパーツだから、まあ、このグリーンからまあこのブルーに、まあ、やれんことはないんだけど、まあかなりね難易度が高い部分がねこうしっかりと色分けしてくれることによって、まああの普通に塗装では再現できない部分っていうところもやってくれてるから、まあかなりこれは満足度高いなと思いましたね。ちなみにまあこのジムはですね、ビームスプレーガンとこちらのハイパーバズーカが付属します。はい、でハイパーバズーカはここを外すことによって取り付けることができるって感じですね。これはまあお好みに応じて付けられるんですけど、前のジムも同じようにバズーカとビームスプレーガン入ってたので、まあ仕様は全く同じです。
違いとしては色とデカールとこのバイザーの色みたいなところになりますかね。一通り紹介させていただきましたが、3体で並べるとこんな感じです。はい、まあ、このアイテムはですね、本当に今リアルタイプにも特化したアイテムなので、まあ、この3体が並んでも結構調和した並びでね、飾ることができるのが一つの魅力ですね。いやでもどれもかっこいいね、これ。いやよく商品化しましたよね、これ。あの前のねリアルタイプは例えばねゲルググとかザクとか、まあ、ガンダム、まあ、ガンダムですよね、まあ、ガンダムがまあ看板しょってんだから、まあすごくなんだろうな、アイテムとして全然ねこういけそうな感じするんですけど、すごいですよね、ザクワン、ジム、グフっていうところでね、あのザクツーでもなくガンダムでもない機体たちだけでね、このラインナップでね商品をね出すっていうのはすごいね、あコワコワな内容だと思うんですよね。いやこれほんとすごいなと思うんですよ。よく商品化したって感じですね。宝棒。はい、というわけで、今回のご紹介はですね、ガンダムコンバージコアのですね、機動戦士ガンダムリアルタイプ2、3体セットというわけでございましたが、前段のですね、リアルタイプセット、1と一緒に並べてディスプレイしてみました。いや、この並びを僕は待っていた。よくぞこれを揃えていただいたって感じですね。まあ、ガンダムコンバージでかなりコワコワなアイテムをね、収録してくれるんですけど、これはすごいと思うんですよね。だってリアルタイプカラーっすよ、リアルタイプカラー。まあ、ガンプラとかでもね、リアルタイプカラーの商品化って、まあ、この辺とこの辺とこの辺ぐらいしかいなかったりするから、あとまあこの辺かな。はい。それがね、まあ、ここまでしっかり全部網羅してくれてるのは、本当ありがてえなと思いますね。はい、もうリアルタイプのね、基本的に設定されたものは、ほぼほぼ網羅したんじゃないかなと思います。いや、でもかっこいいな、やっぱ。やっぱこのリアルタイプでいいっすよね。このマーキングとこの渋い色合いとね。いや、ちょっと元々のデザインとちょっとこうね、うまいことこう話してる感じがたまらんすよね。いや、マジでいいなこれ。はい、ということでね、ニヤニヤが止まらないたかしでございました。はい、というわけでね、今回の配信はここまでにしたいと思います。今後もね、様々な配信やっていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録して高評価ボタン何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。またね。